貸し出しの記録は自分でお願いね。禁書エリアの本は貸し出しできないわよ。あら、あなただったのね、可愛い子ちゃん。会えて嬉しいわ。アフタヌーンティーに飲んだ濃いお茶よりも元気が出たわ。仕事中なのに心ここにあらずだな。ジン以外に真面目に仕事する人なんていたかしら。それでお姉さんのところに来たのは何か用かしら。それとも単に私に会いに来たのかしら。用がないのに私のところまでわざわざ会いに来てくれたの。はいはい、からかうのはこれくらいにしておいてあげるわ。なあ、司書さんのおすすめの本ってないのか。おすすめの本、残念だけど私のおすすめはほとんど禁書エリアにあるから貸し出しできないのよ。急に不穏な雰囲気が。な、そうだ、テイワット観光ガイドはどうかしら。旅人のあなたならきっと役に立つと思うわよ。おお、実用的な本だな。借りてみてもいいか。仕方ないから貸し出しリストを見てあげるわ。リサさんの仕事だろう。どこが仕方ないんだよ。あら、残念ね。今は貸し出し中よ。返却期限はとっくに過ぎてるんだけど。そういえばまだ返却されていない本が他にもあるわね。まったく。腹が立つ。りゅう、気のせいか周りの雷元素の濃度が急に高くなった気がするぞ。はあ、面倒ね。返却期限を過ぎた本を回収しないと。そうだ、テイワット観光ガイドを読みたいのならお手伝いなんてどうかしら。今のリサさんすごく怖いぞ。ここは一緒に行った方が身のためだ。可愛い子ちゃんは優しいわね。さてさて、最初は栄光の風ね。じゃあ後で記念品ショップの前で集合しましょう。かわいい子ちゃん来たわね。じゃあ早速始めましょう。マージョリーさん、最近何か面白い商品はないかしら。あら、どうしてそんな目で私を見るのかしら。記念すべき日に記念品を選ぶのは当然でしょ。せっかく外に出たんだから少しくらいサボっても問題ないわよ。何せ生きるって大変なことだから。記念品ならきっとリサさんが気に入るものがあるはずですよ。ご安心ください。そうですね、
この方に選んでもらってはどうでしょう。特別なプレゼント感が増しますよ。え、旅人が選ぶのか。お一つお選びください。きっとリサさんの心をつかむものがあるはずです。これは柔らかくゆったりとした履き心地がポイントの商品です。特に女の子、いや女性の可愛さをより引き立てることができます。似たようなかぼちゃパンツを履いたお人形が多いので可愛さの象徴みたいなところがありますね。かぼちゃパンツ？こんな子供っぽいものを履いていたら笑われてしまうわ。それともこういうのがあなたの趣味なのかしら。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。お一つお選びください。きっとリサさんの心をつかむものがあるはずです。これは冒険者協会の仲間が遺跡で見つけてきた宝物です。少しボロボロだけど中身は、あ、少なくとも千年の歴史があります。私には理解できませんけど。あら、これって北恐竜風光章の失われた第三巻じゃない。こんなところにあるなんて。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。お一つお選びください。かぼちゃパンツを履いた人形というのはこれのことです。可愛いですよね。まあちょっと怖いけど、他にも用途があったりするとかしないとか。ブードゥー人形？困ったわ。何か機嫌を損ねることでもしたかしら。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。お一つお選びください。え、私ならどうするか。リサさんは学者としてのオーラがありますからね。そういえば歴史の研究に興味があると聞いたことがあります。お一つお選びください。ええ、これは新たに入荷したものです。3人の冒険者が遺跡から持ち帰ってきたんですよ。歴史の重厚さを感じるでしょ。まあそれとは関係なしに重いんですけどね。変わったセンスね。私にプレゼントするなら、あなたを守る剣になるという言葉の方が頼もしかったかしら。これでいいのか。選んだ後は変更できないぞ。お一つ。これは冒険者協会の仲間が遺跡で見つけてきた。少しボロボロだけど。あら、これでいいのか。さすがかわいこちゃん、よくわかってるわ。これは昔の人々の元素力について研究するのにうってつけの代物なの。ありがたくいただくわね。あら、そろそろ時間ね。ではマージョリーさん、バネッサの物語を。例えばこのバネッサ様の名前が刻まれた獅子の牙のペンダントとか、バネッサ様がかつて授与した騎士の勲章とか。ごめんなさい、バネッサ様の話になるとつい興奮してしまって。もう返却期限が。
が過ぎていたんですか？実はずっと持ち歩いているんです。リサさんと会ったら返そうと思ってて。はあ、バネッサ様を尊敬していることに免じて今回は許してあげるわ。今度からは気をつけなさいね。はい、わかりました、リサさん。では次の本を探しましょうか。なあ、聞いたことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。鹿狩りへようこそ。2名様ですか？3名だぞ。これは失礼いたしました。お好きな席へどうぞ。注文が決まりましたらいつでもお呼びください。ご飯を食べてから本の話を切り出すのか？当然よ。面倒な仕事を優先してたら美味しいご飯もまずくなるでしょ。そこまで仕事が嫌いなんだな。今日のおすすめはステーキですよ。早く注文しましょう。可愛い子ちゃん、注文はあなたのセンスにお任せするわ。鹿狩りの看板メニューの一つね。食べてみたいのなら頼んでもいいわよ。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。ステーキですよ。よくある酒場のおつまみね。味が濃いから酒好きなお客さんたちに人気だって聞いたわ。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。最近ますますにぎわ。ん？リサさんの好みですか？以前はたまにここでアフタヌーンティーを楽しむリサさんとジン団長を見かけましたよ。その時は野菜をメインに食べていたと思います。スタイルをキープできる人こそ淑女ですからね。はあ、私もそろそろダイエットしようかしら。野菜スープね。素材の品質、調理の手順、火加減にまでこだわっているみたいよ。興味深いわ。このこだわりは薬剤学に通ずるものがあるの。昔の魔女たちはみんなスープを作るのが大好きだったと聞いたわ。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。サラダというお料理はまるで元素力を自然のまま積み重ねて緻密なコントロールをおろそかにした結果みたいだわ。これは魔導学の初心者によくある間違いなの。まあ元素力があらゆる問題を解決できるほど強ければまた話は別だけど。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。野菜スープね。このこだわりはこれでいい。注文はできたかしら？じゃあ座って一緒にいただきましょう。今日のおすすめはステーキですよ。
ースがいいわね。野菜スープには魔女のロマンが詰まっているわ。体の中の元素力の巡りがスムーズになった気がする。ぷはー、お腹いっぱいだな。そろそろいいかしら。また嫌なお仕事の時間ね。サラさんに本の話をしましょう。他にご注文はありますか？いいえ、ごちそうになったわ。あとはイノシシプリンセスを。イノシシプリン？すみません、そのようなメニューはありませんが。本だよ、借りてた本。ああ、本ですね。ごめんなさい、お借りした後ちょうどお店が繁忙期に入ってしまってすっかり忘れていました。ごめんなさい、リサさん。仕事が終わったら図書館に返却しに行きます。ええ、もう忘れないようにね。かわいこちゃん、次の場所に行きましょう。最近ますます賑やかになってきましたね。ダメダメ、ディルック様のことばかり考えてしまう。怪我なら早く教会に行ってバーバラさんに見てもらった方がいいよ。神様に誓って最安値だよ。今夜はムーンパイにしようかな。ここで最後よ。この二人。気に入ったお花がありましたらすぐお包みしますよ。そういえば、花の香りのないデートはロマンがないってどの本で読んだのだったかしら。あら、わかってるわね。じゃあお言葉に甘えようかしら。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？タンポポは店長のフローラさんが一番好きな花です。ここの看板でもあります。普通花屋さんにタンポポは置かないでしょ。扱いが難しいですし。でも店長はそのふわふわとした感じがお気に入りなんです。そういえばフローラさんもそんなイメージがありますよね。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。リサさんへの無評花なら隅っこに置いてあります。下手に触ると凍傷を起こすので気をつけてくださいね。本当にこれにするつもりですか？少し変わっていますね。ただリサさんは雷の力を使うから大丈夫でしょうか？これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。リサさんへのプレゼント。私の意見ですか？あまりセンスに自信がないので店長のフローラさんに聞いてみてはどうでしょう。でも一つだけ気づいたことがあります。リサさんの帽子にある花はバラのようですよ。
リサさんへのプレゼント。このバラはとある商人からつい先日仕入れたものです。店長はこの花を好きな人がいるかもと言っていました。今はこの一束しかありません。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。リサさんへのプレゼントですか？どのお花にいたします？ダメダメ、ディルック様のことなら早く教会に行って。神様に誓って。リサさんが好きそうな花を知りたいの？リサさんのことはよく知らないけど、とても上品なお姉さんだってことはわかるよ。そうだね、セシリアの花がおすすめかな。新鮮なフルーツはクオン果物屋だけ。リサさんへのプレゼント。セシリアの花？店長におすすめされたんですか？育てるのに手間がかかりますし、私もうまく育てるのに苦労するんです。まあ難しいからこそセシリアの花は貴重なんですけど。これでいいのか？選んだ後は変更できないぞ。リサさんへ。このバラ、店長、これでいいのか？いろいろと考えてくれたのね。それともイバラの魔女という名前を聞いたことがあったのかしら？モンドに戻ったらもう新鮮なバラを見る機会はないと思っていたけど、これはいい兆しになるかもしれないわね。さて、そろそろ本題に入ろうかしら。ドンナさん、私たちがここに来た目的はわかる？本題ですか？お花を買いに来たわけではないのですか？はあ、やっぱりそういう反応をするのね。本を白の姫と6人の小人は覚えているかしら？それは、その…どうしよう…本をなくしてしまったんです…この前、そろそろ返却期限になると思って図書館に返そうとしたんですけど、いくら探しても見つからなくて、ここ数日探しているんですがどこにもないんです。誰かに取られてしまったのかもしれません。ずっと枕元に置いてたのに。まずいぞ、リサさんが爆発するかも。あら、聞こえているわよ。本当に誰かに取られたのならドンナのせいじゃないわ。責任は本を盗んだその人にあるもの。3倍、いや10倍返しにして支払ってもらおうかしら。やっぱり怖い。それについては心配ないわ。私が図書館の司書である限り一冊の本もなくさせはしない。すべての本には特別な元素表記をつけてあるの。だから手がかりはゼロじゃない。もしかして本当のリサさんってすごく真面目だったり？いつもはだらけてるけど。かわいこちゃん、あなたも強い元素感知力があると聞いたわ。やってみる？
元素感知力？ああ、わかったぞ。元素視覚で手がかりを探してみよう。